ジョン・ハンソン・ジョン・ハンソンはアメリカ独立戦争中の大陸会議代表である。ハンソンは1781年から1782年に連合規約下の連合会議議長として初めて任期を全うしたので最初のアメリカ合衆国大統領と呼ばれることもあった。ハンソンはアメリカの歴史の中でも最も不可解な人物の一人である。 ハンソンはたびたび最初の大統領という主張に結びつけて言及されているが同時代の多くの人よりもその人生や業績についてあまり多くのことがわかっていないその原因は19世紀の何人かの著述家がハンソンについて不明なところを作り話で埋めてしまったからである本校ではハンソンの人となりや性格について はっきりと記録されていることや一般に合意されていることだけを記述する。多くの理由でハンソンは莫大な数の虚偽記述にさらされてきた。ジョン・ハンソンはメリーランドに移民してきた家庭の第三世代である。メリーランドのチャールズ郡ポートと箱近くで生まれ。 イングランドから渡ってきた祖父の名前をもらってジョインと名付けられた。父親はサミュエル・ハンソン、母親はエリザベス・ストーリー・ハンソンであり、そこで農園を所有していた。ジョン・ハンソンはメリーランドで成長する間、特に正式の教育を受けなかったが、英語とラテン語の両方で幅広く読むことができた。家の伝統に従って農園主を継ぎ、資産を広げ改良していった。 1744年、ハンソンはアナポリスのジェーン・コンティと結婚した。二人は終生イトゲオ多くの子供に恵まれた。ジェーンは夫の亡き後も長生きし、1812年3月21日にフレデリック軍で死んだ。子供は次の通りである。ジョン・ハンソンは1783年11月22日、 プリンス・ジョージズ軍、オクソンヒルの老いのプランテーションで死んだ。そこの家族用施設墓地に葬られた。ハンソンは1757年に、チャールズ軍選出の植民地議会議員となった。この議員を1758年から1763年、1765年、1766年、1768年から1769年にも、務めた。 この間、フレデリック軍の財務官をはじめ、地方政府の要職を務めた。1774年に植民地議会が解散、あるいは休会となった時、革命政府として、それに置き換わったアナポリス会議の大議員になった。それに続く会期の間に、ハンソンは革命に進む雄弁な支持者としての評判を得た。ハンソンの演説によって、メリーランドは、 ボストン包囲戦を遂行している反乱軍を支持することに決めた。1779年12月、メリーランド国議会はハンソンを大陸会議の代表の一人に指名した。ハンソンは1780年6月14日にフィラデルフィアで開かれた会議に出席し1782年まで務めた。この会期中に連合規約が すべての国によって批准され成立した。大陸会議がこの知らせを1781年3月1日に受け取ったとき、ハンソンはダニエル・キャロルと共にメリーランドを代表して裏書きした。ハンソンは1781年11月5日から1782年11月2日まで連合会議の議長を務めた。 1787年のアメリカ合衆国憲法の採択までは、各法は連合会議の指示のもとに動いたが、原則的には、独立した国の連合のままであった。連合規約採択後でさえも、行政執行のための部局がなかった。それゆえに連合会議議長は首相に似た地位であり、最高の権威があった。連合規約下でのその肩書きは、議会における。 合衆国のプレジデントであり、外国政府との外交や条約締結の時に、ハンソンはこの肩書きを使った最初の議長になった。連合会議は外交面の力以上の権威はほとんどなく、法案や失政策の一つ一つに各州の意見を求める形であったために、この機関の力の無差が影響力を減ずることになった。 これが強い連邦政府を求める1787年の憲法制定につながっていった。ハンソンが連合会議議長を務めた時は、このような移行期の始めであり、昔からの影響力が残っていた。ハンソンが議長の時の業績は次の通りであった。ハンソンが忘れられた初代大統領であると最初に主張したのは、 生モアウェミス・スミスの1932年の著書、ジョン・ハンソン我々の初代大統領である。それにもかかわらず、ハンソンは公式には連合会議の第三代議長であり、自分では議長職にあったサミュエル・ハン・ティントンとトマス・マッキーンの二人を継ぐものと考えていた。さきの二人も第二次大陸会議の前の議長たちの後継者であった。 アメリカ合衆国憲法で創設された大統領の座のような地位も執行的役割もなかった。また、大統領の地位とは異なり、連合会議の議長は中心となって指導する存在でもなかった。連合規約のできる前の数年間、第二次大陸会議は1775年に、ジョージ・ワシントンを植民地の民兵を合わせた軍隊の指揮官に任命していた。 ワシントンは連合規約が有効となった後も最高司令官の地位にあり続け独立戦争が終わるまで続いた。しかし、ハンソンは議長職の任期1年間を全うした最初のものであり、初めて議会における合衆国のプレジデントという肩書きを使った。また、公式文書には初めて短縮された合衆国のプレジデントという肩書きを使った。 ハンソンはまたアメリカ独立戦争でイギリスが降伏した後で議会における合衆国のプレジデントに初めて選ばれたものでもある。このことはハンソンが政府の発行文書や儀式で初めてその肩書きを使ったことと合わせてハンティントンやマッキーンの置かれた立場とは異なるとハンソンを見てきたものがいた主な理由の一つである可能性が強い。しかし 現在の正式な見解では、初代大統領は、ジョージ・ワシントンということで落ち着いたと言える。メリーランド州法では、知事は、毎年4月13日を、ジョン・ハンソンの誕生日であることを宣言し、その日をこの政治家の思い出に捧げることという規定がある。また、メリーランドを通るアメリカ国道50号線は、ハンソンにちなんで、ジョン・ハンソンハイウェイと名付けられた。 メリーランド州オルドーフには、ハンソンの名前をもらった、中等学校がある。1903年、メリーランド州は、アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションに、リチャード・イーブルックス制作の銅像を寄付した。現在、上院会議場に続く回廊の2階部分に、鎮座している。ジェームズ・ルーカス・ EK、レバー、プロシーディングス・オブ・ザ・コンベンションズ、 オブザプロビンスオブメリーランド、ヘルドアットザシティオブアナポリスイン1774、1775&1776、ジョナスグリーン、ピアニッシモ40、http コロンスラッシュスラッシュブックスドッグーグルドットコムスラッシュブックス、ID、イコール QZ ニアスチュズケックピコグラムイコール PA40&LPG イコール、 p a 40 and d dq イコール22ジョンハンソン22フレデリックプラス1775ンドソースイコールウェブンドオーツイコール c q クマージュクスムンドシグイコール pt n b h x z s j マイナス6 h に c b 4 a ビトウヒュアハットベルナールシースタイマーヘルベルトバックスターアダムズジョンズホプキンス university studies in historical and political science Western Maryland in the revolution Jones Hopkins University p i a n ピ s ニッ m o 45 http://books.google.com/.books id イコール bdk1rg& ピコグラムイコール pa45&lpg イコール pa45& d q イコール22ジョン・ハンソン22フレデリックプラス1775ソースイコールウェブアンオーツイコールナイガキーズシグイコール EQGCS プン 4XX2 フークチャック,クナディオハットダンジョン・ハンソンアメリカエスファーストプレジデントアノマリスティックヒストリー2008年10月13日閲覧クラススタンリー L プレジデント風 Forgotten Founders, Pittsburgh, Pennsylvania, エビジュム Inc., ピアニッシモ ,261、issimo, 26 1, ISBN 0から975万2627から5から0、http コロンスラッシュスラッシュ stanklos.com スラッシュブックスラッシュクロノロジースラッシュ CHAPTER1 スラッシュアーティクル、ステートガバメント13から401 2008年10月13日閲覧。ジョン・ハンソン。アーキテクト・オブ・ザ・キャピトル。2008年10月13日閲覧。ありがとうございます。